どうも、今回は桜坂46の小池美奈美さんの性格と恋愛運を見ていきたいなと思います。小池美奈美さんの性格は直感力に優れていて、あまり深く考えることがなく、流れに身を任せるのに抵抗がありません。陽気で華やかさがあり、さっぱりした性格なので、物事に執着することがあまりありません。静かにじっとしているのは苦手で、ちょこちょこ動き回り、思ったらすぐ行動しないと気が済みません。楽観的で失敗することは考えず、チャンスも自ら引き寄せます。時代の流れには敏感で、センスが良く目立つ存在です。会話も上手で社交的で、人と広く関わっていきます。その場しのぎで動くところがあるので、もう少し考えて計画性を持つようにすると、一気に運気が上昇して成功へ導かれるでしょう。精神的に几帳面ですが、誘惑には弱いところがあります。次に小池美奈美さんの恋愛運を見ていきたいなと思います。女性として魅力があり、多くの男性から可愛がられ注目を集める人です。恋をゲームのように楽しむ性格なので、苦しむような真剣な恋は初めからしません。冷たくされるとかえって相手を振り向かせようとして燃えます。プライドが高く、周囲が反対するような恋に進みたがります。また、ライバル意識が強く、勝ち気なので、友達の恋人を横取りしたくなることもあります。そのため、恋のトラブルが多くなってしまいそうですが、ピンチの時には相手のせいにして、自分を上手に守ることもあります。時に気まぐれで男性の面倒を見てあげようと献身的になることもありますが、長続きしません。贅沢でかっこいい結婚をしたいと妥協しないため、周りに異性がたくさんいる割には婚期は遅れそうです。今回は桜坂46の小池美奈美さんの性格と恋愛運を見ていきました。